食料危機ってもうすでに始まっちゃってるって本当ですか？最近ニュースで農林水産省が国内で食料が不足する恐れが生じた場合、生産者や商社などに対して増産や緊急輸入の計画を作成するように指示できる制度などを検討を始めたって聞いたんですけど、これってこの1年前に局長が言ってた国同士の争いや気候変動の問題がきっかけで食料の安定供給が課題になる中、政府が食料安全保障の強化をする必要があるって考えたってことですよね。ほらほら、この動画でも局長警鐘を鳴らしてましたよね。うん、ここに来てやっと動き出したね。そう、ちょうど1年前、実はこの農業塾チャンネルでもこの日本の食料危機っていうのはいよいよ始まりますよっていうのも紹介してたんだけど、この1年でその危機がぐっと高まってしまったっていうことにもつながるの。すごい、塾長が言ってた通りですね。え、皆さんこの動画見てないですか？ OK、 じゃあ今日は昨年ちょうどこの時期にこの食料危機についての警鐘を促した動画、これを投稿したんだけど、あの1年前ではなかなか現実的に理解できてない人もいたかもしれないの。なんて言ったってあまり身近なもので、この食料危機っていうのは見えにくい反面もあるから。でも今野菜が高騰化したり、この夏の大雨でいろんなところで増水が起こって野菜などがうまく作れなくなった、そして今年のいろんなところで起こってる干ばつ、こんなところから今日本の野菜、そう食料っていうのはどんどん値を上げ続けてるの。なんか今年になってこの動画の意味がやっと僕分かった気がします。でしょ。ということで今日は昨年お伝えしたこの動画をもう一度皆さんに紹介して、その後今後新たに起こり得る問題、そしてどう対策をしていったらいいのかっていうのをご紹介していきたいと思います。うん、知りたい。では動画の最後でまた今後についてお伝えしますので、それまでこちらの再放送の動画をしっかり頭に入れた上で最後の話聞いてください。皆さん、こんにちは。こんにちは。え、塾長、前に挙げてたこの食料危機についての動画、結構反響大きかったですね。わあ、ありがたいことに結構皆さん見てくれましたね。でね、塾長、食料危機って本当に来るんですか？うん、かかし、さっきのこの動画では特に今世界で揉めてる国同士の争いで、この日本になかなか野菜を育てるための肥料が入りづらくなってるって話をしたんですが、実はそれ以上に世界的に食料危機を招いている原因っていうのがすでに存在してるんです。やばいじゃないですか。で、一体何ですかそれ？はい、それがすでに世界的に起こってる水問題なんです。水問題？はい、メディアではなかなか取り上げられない食料危機の本当の恐ろしさがここにあるんです。詳しく教えてください。はい、どうもこんにちは。始まりました農業塾チャンネル。はい、本日も元学校の先生として農業を教えてた塾長とスーパーアシスタントのかかしのかかしで
お送りしたいと思います。刑事部長、さっき今後起こり得る食糧危機には水問題があるって言ってたんですけど、これもっと詳しく教えてください。はい、かかし、一つだけ。今後起こり得る食糧危機、水問題ではなくて、もう世界的にはすでに食糧危機はこの水問題で起こってるんですよ。そうなんだ。陸上、農業をする上でぜひともこの話知りたいです。はい、ではフリップカモン。さあ、では今日は世界的に起こっている水問題が引き金になる食糧危機問題について解説していきたいと思います。お願いします。じゃあ、かかし、クイズです。お、クイズ。最近日本では物価高、スーパーとかで売られている商品がどんどん値上げしてると思いますが、その裏側で実はあるものが続々と姿を消している。これ知ってますか？え？姿を消している？はい、なんだと思う？物価高はよくニュースでやってますけど、姿を消している、いや、人を透明にすな。えへ、刑事部長、今どうやって透明になったんですか？いや、そこは触れないで。はい、ボケはさておいて、かかし、なんだと思う？やっぱり今日は水の話だから、水に関係するんですよね。でも塾長、水で消えてるものってわからないです。はい、では答えは、実は世界各国のミネラルウォーターが日本から姿を続々と消しているんです。ミネラルウォーターが消えてる？本当ですか？はい、そうなんです。実は皆さんがよく知ってる海外のあのミネラルウォーターたちがどんどん日本での販売を取りやめてる現状なんです。嘘。っていうのも、それが今日の話に関わってきてるんですが、そうだそうだ、実はかかし、今現在世界的に水不足が起こってるって知ってる？え？水不足？ニュースでは中国がとてもすごい干ばつに陥ってる、そして野菜がなかなか育たないってたまに聞きますけど、あれって中国だけの話じゃないんですか？はい、実は中国だけの話ではないんです。っていうのも、実は農業大国のアメリカ、今アメリカの農業、実はすごく水不足に陥ってるんです。野菜を作るのに水がなかったら大変じゃないですか？はい、そうなんです。実は今までは雨でなんとか植物たちを育てられていたんですが、近年なかなか雨が降らなくなってしまって、実は
アメリカの農家さんは地下水、地下の水を汲み上げて農業に使っているんです。そうなんですか。さあ、そして水不足が起こってしまったら野菜が作れないの他に困る農業もあるよね。水不足が原因で困る？あ、牛とか鶏とかの畜産じゃないですか。うん、かかし、ごめんと。あれって動物たち絶対水いりますよね。そうなんです。実はこの水不足で食肉や卵など人々の食料になる畜産業が今大打撃を食らってるんです。へえ、そうなんだ。動物だから絶対水必要ですよね。そうなのかかし。でね、これアメリカだけの話じゃなくて、先ほど言ってた世界のミネラルウォーターを発売してる国、今まではたくさんの水があったのに、近年どんどん水が枯渇化して海外に販売できないほど深刻になってきてるんです。嘘、全然知らなかった。そう、きっとテレビなどは違うニュースを大きく取り上げるかもしれませんが、本当に恐ろしいのはここなんです。え、これって今回結構ヤバめの内容を触れてません？うん、カカシ、実はギリギリライン。これ YouTube からバンされる可能性は？うん、なきにしもあらず。そうですよね。だってメディアがなかなか取り上げないってことは、あんまり知られたら不都合な内容が入ってるってことかも。たかし、そこのグレーゾーンにはちょっと触れないでおこう。そうですね、チャンネル運営のために。え、塾長、ってことは今世界的に水不足が起こってるってことは、世界的に食料不足になってるってことですか？うん、カカシ、そうなんです。実は肥料云々の話じゃなくて、そもそも植物や動物などに必要、いや最重要になってくる水というのがそもそもなくなってきてるんです。どやー、それってやばいじゃないですか。うん、めちゃめちゃ。じゃ、ってことは世界的にも水がまだたくさんある日本って珍しいってことですか？うん、カカシ、そうなのよ。実は世界的にもこんなに今もまだ水がたくさんある日本っていうのはすごく重宝されてるんです。知らなかった。あれ、塾長、僕が水不足の国だったらお水日本に買いに来るけど。あ、かかし、そこ触れちゃう？え、やばい？うん、結構。嘘、塾長、怖いけどこっそり教えてください。聞きたい？はい。 OK、 あんまり声を
大にして言えないんだけど、実は先ほどから説明してる海外で水不足が起こってるということで、実は日本の土地、特に水源がある山などを海外のお金持ち、もしくは企業がどんどん土地を買いに来てるんです。水源を買ってるってことですか？うん、そうなの。うそ、知らなかった。そうなんだ。ということで今日のまとめね、カカシが気にしてた食糧危機っていうのは、いずれじゃなくてすでに世界的に起こってるんです。その原因が水不足なんです。うん、そうそうそう。そして今後水不足が原因で海外の食べ物がどんどん今より高騰化する、いや、もうすでにじわじわなってきてるんです。恐ろしい。さあ、ちょっと話は変わるんですけど、カカシ、10月16日って何の日か知ってる？うん？ 10月16日？僕の誕生日。え？本当？嘘。なんじゃそら。え、何の日ですか？はい、10月16日って国消国産の日と言われています。国消国産？はい、これは2021年に JA グループが日本の国民が必要として消費する食料、これをできるだけ国内で消費しましょうというメッセージを込めて、この国消国産の日というのを設定したんです。知らなかった。実は今日本で作られている食料っていうのはたった 38% しかないんです。あとの62% は海外から輸入してる食料なんです。38%？ こんなに人口の多い国なのに、たったこんだけしか自分たちで作れてないんですか？カカシ、そうなのよ。どやー。塾長、今なんでこんな話してるか分かりました。お、カカシ、分かってくれた？はい、今日の話の水不足で海外の食材がどんどん値上がりする、なんだったら入ってこなくなるかもしれない、そんな中で今 62% も輸入品に食料頼ってるってことは、これもうすでに食料危機の始まりじゃないですか。そう、カカシ、その通りなのよ。いやー。ということで、なんでこんなに、この農業塾チャンネルではなるべく皆さん家庭菜園で野菜作ってくださいねって言ってたか、カカシ、分かってくれた？はい、めちゃめちゃ分かりました。いやー、説得力あるわ。さすが元先生、塾長すごいです。数年、いや数ヶ月以内にこの食糧危機の
煽りを受けてしまいます。ぜひ自ら食料を作る力をこの農業塾チャンネルを通して身につけてください。わーすごい、なんか塾長かっこいい。ぜひ皆さん、この農業塾チャンネルではこのようなお得情報、そして皆さんのためになる情報を毎週配信してますので、チャンネル登録ぜひともお願いします。お願いします。いやー塾長、今日は本当にありがとうございました。で塾長、まだなんか知ってそうですね。え、あー知ってる、じゃあ知ってるかな。でもねかかし、この YouTube って結構規制がかかりやすいのよ。なので今後起こり得る、いや今現在地球規模で起こっている現象を言葉で言ったらバンされるかもしれないんで、絵にしてヒントとして皆さんにお伝えします。おお、なんかすごい情報を持ってそうですね。ぜひ皆さんその情報を見てください。では皆さん、なかなかこの動画、1年ぶりに見たら攻めてる内容多かったですね。うん、そうでしょ。実はこの動画をアップした時っていうのはなかなか世の中に公開できないような内容も含まれていたので、やんわりお伝えしているところもあるんですが、この1年で時代がぐっと変わってお伝えできる内容も増えましたというところで、今後どうなっていくか、そしてどう対策をしていったらいいかっていうのをお伝えできたらと思います。お願いします。ではまず一つ、この動画の中でもお伝えしてたように、10月16日っていうのは国消国産の日って言って、自国の食料を自分たちで賄っていこうっていうところでこの日が制定されたんだけど、さあ現在時代が進んで日本の食っていうのを取り巻く5つのリスクっていうのが浮き彫りになってきたよね。かかし、なんだと思う？5つのリスク？まず、僕の表情が変わらない。僕の動きが少ない。僕の声が独特すぎる。腕の可動域が少ない。僕の認知度が少ない。僕の知名度が少ない。いやそれカカシの5つの問題点。え？いやカカシ違う違う、誰もカカシのリスクを聞いてない。聞きたいのは日本の食を取り巻く5つのリスク。そうなの？わかんない。さあ話を戻して、日本の食を取り巻く5つのリスク、その一つが世界的な人口の増加。これは国連の見通しによると2050年の世界人口っていうのは98億人になるって言われてるの。え？98億人？そう。もしこんなに急激に人口っていうのが増えると、カカシどうなると思う？え？それはやっぱり人が増えるってことは食べ物が少なくなる。だから飢餓の人口が増加するってことですよね。あ、その通り。そうなの。実はこれ以上人が増えすぎてしまうと世界的に食料不足っていうのがどんどん進行していく。その中で今日本っていうのは世界に比べて円の価値っていうのがどんどん下がってきてるよね。うん、そうですね。そこで問題になるのが、お金がある国に食料っていうのは
流れる傾向があるの。これは食料、野菜も同じ。簡単に言うと、農家からすると A っていう人が一つの野菜を100円で買ってくれる。でも B っていう人は倍、いや3倍ぐらい出してこの野菜を買ってあげるよって言われたら、この農家さんどっちに売りたい？そんなのたくさんお金をくれる B の方に決まってるじゃないですか。うん、かかし、その通りっていうのが、今世界的にこの状況に置かれてるのが日本なの。さっきも言ったみたいに、日本っていうのは円の価値がどんどん下がってきてるよね。っていうことは、うん、そうか、円安になりすぎると日本が野菜海外から買えなくなるんだ。そう、そういうこと。ということで、この海外の輸入に頼ってるばかりではいけないっていうのが一つ目。うん、わかりやすい。じゃあ二つ目は？うん、二つ目は今の話とも関係するんだけど、国際化の進展、これが問題になるの。うん、どういうこと？っていうのも、過度に輸入に頼りすぎることによって、今日本の農業っていうのはどんどん弱体化してしまっている傾向があるの。っていうのは、作る技術が海外に劣っちゃうってこと。なんて言ったって、作る量が輸入に頼ることによって少なくなるから。そうか、植物を作るための技術がどんどん衰退化しちゃうんだ。うん、そういうこと。恐ろしい。じゃあ3つ目は？はい、3つ目は日本特有でもあるんだけど、自然災害の多発。今年は雨が降らなかったりとか、逆に雨が降りすぎたりとかで、うまく野菜が作れない現状があったよね。うん、確かに。これがリスクの3つ目なの。じゃあ続くと4つ目は？はい、4つ目は食料自給率の低迷。これは経済成長によるライフスタイルの変化や国際化などで、背景に食の欧米化が進んで、食料の多くが輸入に頼ってしまったっていうのが問題なの。うん、確かに。最近ファストフードとか、なんか和食の方が珍しくなっちゃった的な感じになってますよね。うん、なので和食っていうのはいろんな野菜を使う料理というのが多いんだけど、そうではなくなってきたっていうのが問題になっちゃうの。なるほど。じゃあ最後の5つ目は？はい、最後の5つ目は農業生産基盤の弱体化。うん、何それ？うん、これは農林水産省によると、2015年から2020年の5年間で農業形態が約30万減少し、耕作面積がなんと約12万4000ヘクタール減少しちゃってるの。え？これって簡単に言うと、もう農地がどんどんなくなってきちゃってるってことですよね。うん、そういうこと。さあ、こういう5つのリスク、これを日本が今実際に抱えてるの。さあ、そんな中、先ほども冒頭で説明したみたいに、先日農林水産省は国内で食料不足が起こった場合、増産などの指示ができる制度を検討しているっていう話をしたんだけど、実際この増産の指示と言われても、もうすでに日本に増産できるほどの農地、これを扱える農家っていうのは果たしているんだろうかっていうのがミソなの。え？そうか、いくら増産しろって言われても、増産できるほどの農家さんがいなければ増産どころじゃないじゃないですか。うん、しかもさっきも話したみたいに、 A の人が100円で買うよって言ってるところを、 B の人が倍、いや3倍で買うよってなった場合、どっちに売りたいっ
ってなったら、うん、B の人。じゃあ今日本でこんだけ野菜作ってくれたらこの値段で買うよって言ってるとしても、もしかしたら海外の方がそれよりも数倍、いや数十倍の値段で買うって言われたら、え、そんなもちろん海外に流しちゃう。ね、いくら国が動いたとしても、今の食を守る農家さん自体が本当にその指示に従うのかっていうのが問題なの。なんて言ったって、今まで農家さんのことをないがしろにしてきたこの日本っていうのが今痛い目を遭っているっていう感じかな。うわー、そうなんだ。納得だー。なるほど、そうか。今まで農家さんが野菜を作っても野菜の値段どんどん安くなっちゃって、農家を守るっていうよりも消費者のためみたいな傾向が大きすぎたんだ。うん、そう。ということで、こっからは対策。今話したみたいに、もし日本政府が増産を促したとしても、今の現状ではそれに従う農家っていうのがいなければ、根本的な食料っていうのが増えないの。さあ、そこで皆さんに考えてほしいのは、人から物を譲ってもらう時のマナー。そう、こちらの動画で説明したみたいに、直接今後はスーパーで買うよりも農家さんに直談判して食料を分けてもらう時代かもしれない。そうなった時にうまく農家さんと付き合っていく方法っていうのをこの動画でご紹介してます。まだの人はぜひこの動画を参考にしてみてくださいね。うん、確かにこの動画で詳しく教えてくれてましたね。なんか人としてめっちゃ大切なことを教えてもらったことを覚えてます。うん、さあその他にも食料がなければ自分で作る力っていうのを伸ばしてほしいの。そう、この農業塾チャンネルではこのような今肥料が高騰している中でも肥料を少なく使った栽培方法や、そもそも肥料や農地を使わなくても自分の家で作れるこういうアクアポニックスの方法なども最近はどんどん更新してます。あ、そうか。この肥料を少なく使う低硝酸栽培や、そもそも肥料を使わなくても野菜が作れるアクアポニックス、これを紹介してたのって、この食料危機についてこれの対策にもなってたんだ。お、かかし気づいた？うわー、知らなかった。さすが元先生、伏線がすごい。ま、それぐらい本気で食料危機がやってくるってこと。それを皆さんに伝えつつ、なおかつどう乗り越えていけばいいかっていうのを本気で伝えていきたいから、こういう動画をどんどん更新してたの。ま、あまり伸びなかった動画もあるけどね。自虐。なるほど、なんか塾長の本気度合いが伝わってきました。塾長は学校の先生を辞めてでもみんなに家庭菜園の野菜作りの方法を全世界に発信していこうとしてたのはこういうことか。そう、一人一人が自分たちの生きていく明るい明日のためにどう行動するかっていうのをぜひ伝えていきたくて、こういう活動を始めたの。なるほど、なんかすごい。さあ、ちょっと話は変わるんだけど、こんな感じでこの農業塾チャンネルでは今後の未来、そう、食料危機が迫っている、もうすでに入っている、こんな世の中でも少しでも自分の食料を確保してほしいっていうところから、こういう野菜の作り方をどんどん発信してるんだけど、実はこの YouTube だけじゃなくて、最近では X、 そう、旧 Twitter、 こちらの方にもこの農業塾チャンネルっていうのはアカウントを持っていて、しかもこのアカウントの中ではみんながこの野菜作りを勉強できるコミュニティっていうのも作りました。このコミュニティでは野菜の作り方や野菜の栽培テクニック
どんどん更新してますので、これから本気で食料危機乗り越えていきたい、そしてみんなと手を取り協力してこの先の未来を明るくしたいっていう方は、このコミュニティどしどし入会お待ちしてます。別に費用はかかりません。熱い思いとみんなと協力する気持ち、これがある人はぜひ入会してもらいたいと思っております。なるほど、僕も入会してきます。 OK という感じで、今後どんどん食料危機っていうのは身近なものになってきてます。なので皆さん、ぜひ今後も自らの菜園力、そう、家庭菜園で野菜を作る力を身につけていってください。はい、わかりました。今後もどんどんこの農業塾チャンネルでは野菜作りの方法をアップしていきます。ぜひ一緒に勉強していきたい人はチャンネル登録ボタンを押してください。みんなで明るい未来を作っていきましょう。作っていきましょう。ではまた来週。あ、いつもの挨拶。はい、ではいつもの挨拶いたしましょう。皆さん準備はよろしいですか？はい、それでは行きます。せーの、まったねー、ぎバイバーイ。最後までご視聴いただきありがとうございます。最後まで見てくれた皆さん大好きです。今後も農業塾チャンネル